皆さんこんにちは、ワンダリベルビジです。では今回は維新の嵐幕末志士で土方歳三物語の続きをやっていきたいと思います。で、司令官で剣術修行を続けていたところですね、師範代試験をやろうと近藤勇さんから持ちかけられていますので、これやっていきましょう。まあ、何をやるのかというのはね、ちょっとわからないんですけど、これか、剣道か。ちょっと苦手なんだよな。打ち込んでいくしかないですからね。やられた。これ防がれると厳しいからね。取られた。1本を2本取られて完敗でしたね、門人さんに。あ、ちょっともう一回リロードして挑戦していきます。はい、戻ってきました。なんとか今回はクリアしたいですね。師範代試験のタイミングはどうなんでしょう。ある一定のレベルに達したら、来るんだと思うんですけど、前回よりだいぶ時間がかかりましたね。取られた。結構難しいなこれ。まず最初に気合い入れて打ち込む。よし、1本取った。最初に気合い入れて、そこからと連続で、どうだ、どうか、やられた。戻っていきます。いや、勝ったのか。完全に負けたと思ったけど、面、銅、小手があって、僕面を入れてたんですよ今。なので面ではなくて銅が1本入ったんで、ああやられたんだなと思いましたけど、取れましたね。完全なる運ですけど、まあよしとしましょう。師範代に昇進。ではまたこっからですね、町を徘徊したり学問勉強したり、市営館で修行したりしてきます。お、斎藤はじめが来ましたね。ごめん、あんたは斎藤はじめが司令官に入ってくるのかな。近藤勇に用ありということのようですね。これで斎藤はじめが司令官の門人になったようです。では今回は少し街歩きをしましょうか。7月まで来ちゃってるので、まあ、適当に街をぶらつきましょう。では三田にやってきました。三田の方は、まあ、尊王攘夷、尊王開国、砂漠攘夷に砂漠改革といろいろいるんですけど、その前にまず自分がどれくらい砂漠派なのかというのを確認しておきましょう。改めて土方の思想、ズバリ砂漠攘夷派ですね。思想論としては罰剣の強化なので、砂漠上位の人とは意気投合しそうということですよね。まずは砂漠上位なんであれば、尊王開国派の人とは全く話が合わないと思うので、まあ、せめて砂漠派の人間を探していきましょう。砂漠上位でいうと島津久光、これ薩摩藩の前藩主ですよね。ちょっと覗きに行きましょう。ルスカー、あとは草加玄瑞とかいましたね、今。話は全く合わなそうですけど。まあ、一応せっかくなんで、行くだけ行ってみますか。江戸にはいない。江戸にはいないならさ、そもそも探しようないですもんね。建物も見ていきます。
この辺りは検討屋がありますね。あとは増上寺。増上寺は東京タワーがよく見えるところですよね。料亭、この辺りに行く用事はないので三田から移動しましょう。そうだな、三田から移動して深川辺りを散策しますか。まずは人探し。佐久間正山がいるね。砂漠開国派、砂漠上飛派。ちょっとこの二人に会いに行きましょう。佐久間塾入門ですかな。いや入門じゃないんだ。面会させてくれ。ちゃんと会ってくれたね。情報を聞きます。何にも教えてくれないね。語り合う思想の違いなど語り合うことなどありません。まあ、このパターン多いよな。一応情報も確認しましょう。佐久間正山の情報。知名度2030、圧倒的だ。格が違うとさえ言っていい。思想は砂漠開国派、解決手段は穏健ですね。まあ主戦派ではないということですかね。で学問は学力198、この辺りも圧倒的に土方を上回る。格が違いますね、佐久間正山になってくると。では他にちょっと誰か仲良くしてくれる人がね、今司令官の中にも近藤勇と沖田総司くらいしかいないので、高打力不足。帰りましょう。寝ます。ちょっとじゃあ忍ばずの池があるので忍ばずの池に行ってみましょう。ここは忍ばずの池ですって、それだけが。そしたらやることが全然わからなくて、本当に手探りで来てしまって皆さん退屈されてると思いますので、ちょっとイベントが始まるまでこのまま時間を進めていきますね。さあイベントが始まりました。東堂平介からですね、浪人風の男が他流試合を申し込んできました。となると師範代に昇格したこの土方の腕の見せ所というところですね。一体どこの道場だ。言わずと知れた朱雀館か。朱雀館とはなんかね、いざこざありましたからね。この朱雀館っていうのはこの維新の嵐幕末四伝のオリジナルの道場ですかね。あんまり幕末詳しくないとはいえ聞いたことがない道場かなとは思います。来月ここまでって書いてくるということは、来月までは少し、武芸関係剣術の修行を目に入れておきましょう。で4人決まりましたね。他流試合、朱雀館との試合に臨む4人は決まりました。まあ、ただあと1人足りないということなので、飯田の弁平館と話をつけて1人助っ人をもらおうという話ですね。まあ、これは近藤さんたっての頼みに行きましょう。では飯田に向かいます。では飯田にやってきました。早速ですけど、佐藤道場って言ってたよね。連平館佐藤道場とやらに行ってみましょう。護衛の駐屯所、あ、ここにあるね。連平館、ここに行きます。司令官の確か土方君、まだね
この程度の知名度なんですよね。知名度をもう少し上げていきたいな。桂くんなら間違いなく勝つだろうが、これ桂小五郎のことかな。誰だ他の男は。長倉新八だな。これで長倉新八が司令官に出入りするようになって新選組入りするんですね、きっと。長倉新八は確か大河ドラマ新選組ではグッサンがやってましたよね。それは覚えてます。ではせっかく飯田まで来たんで、人探しとかをしておきましょうか。誰かいるかな。砂漠上位派で言えば佐々木又三郎、佐久間正山もここにいるんだ今日は。まあ、めぼしい人物がいればね、ちょっと会っておいてもいいかなとは思うんですけどね。あとはあんまりね有名な人は会ってくれないと思うんで、砂漠上位派ちょっとごめんなさいね、名前は読めないですけど、この方に会いに行きましょう。面会してみよう。まあ言っても幕臣ですからね。この肩書きの何にもない土方さんが会える相手かどうかもわからないですけど、なんかちょっとしたイケメンだな。まずは情報を聞く。土方さんに教えられるような情報はない。みんなそう言うよね。暗い雰囲気で口数少なく会話は進んだ。そして4の進路。いや、口数少なくさ、暗く話が進んで信頼を獲得したってどういうことなんだろう。謎だな。せっかくなんで人間関係確認しよう。このなんて読むのかわからないですけど、伊藤八郎さんなのかな、読み方は。砂漠上位派なんで同じいい考えの人なんで、まあ語り合うことができたわけなんですけど、信頼を4獲得してますね。じゃあせっかく来たんで他にも街巡りをしてみましょうか。この辺りはでもなんかお店とかはあんまりなさそうですね。料亭が下の方に一つ見えますけど、それ以外は特にないのかな。まあ、せっかく来たんで、じゃあ料亭に行ってなんかうまいものでも食って帰りましょう。懐石料理のラジュ。まあ、懐石料理だな。懐石料理なんて、結婚する前に奥さんのご両親にご挨拶した時に行ったところぐらいしかないかな。それ以来食べたことはないですね。強力な黒船の攻撃力に関しての情報を得ましょう。大砲を30から40門備えている。国内見識は1上がった。誰かと論じる場面がまだないんでね、このカードを使う機会がないんですよね。説明書によるとこういう情報を行っていくと、説得するっていう場面が出てきて、その時にこの情報カードが役に立つようなんですよね。宿屋の客引きがいるようなので、ちょっとついていきましょう。これ立ちんぼで中で楽しいことをさせてくれるんだったらね、全然行くんですけど、普通に寝た、一人で寝た。まあ、でもここでも情報が入ってくるんでいろいろ上がりますね。浦賀奉行は栗浜でペリーと会見。アメリカ大統領からの国書を受領した。この頃ってこういう情報って町民なら誰も知ってたんですかね。今だったらテレビも、まあ、それこそね SNS、Twitterインターネット、いろいろ情報を得る手段はありますけど、この当時はもちろんそんなものはないので人づてに聞くことになるんですけど、一般ピーポー、いわゆるパンピーは知ってたんですかね、こういう情報。では
の事件の収容しておきます。横浜で何か事件、なんだろう。日付を確認しても申し訳ないんですが、何が起きた日なのか。多分ね、幕末詳しい方だとこの8月21日、1861年、2年って聞くだけでピンとくるんでしょうけどね。ピンとこないんですが、このまま修行を続けましょう。コロナウイルスも心配ですしね。まあ、全然減ってってないし、むしろ増えてきてるし。っていうさなかなんですけど、明日、有給休暇があまりに余っているんで、かつ、ディズニーシーのチケットが取れたんで、明日はね、ちょっとディズニーシーに遊びに行こうかなと思ってます。で、あと、8月の、ごめんなさい、7月の17日にディズニーランドのチケット取れたんで、ディズニーランドに行こうかなと思ってます。で、年間パスポート、まあ、いわゆるいつ行ってもいいよっていうね、好きなだけいつでも来てくださいっていうパスポート、まあ、大体10万円ぐらいするんですが、それは持ってるんですけど、今ってそのパスポートがコロナウイルスの関係で使えないんですよね。なので、8000いくらだろう、7、8000だったと思うんですけど、そのチケットをみんなで争奪戦するんですね。なかなかね、ディズニーのサイトに繋がらなかったんですけど、なんとか確保したんで、奥さんと明日と、あと17日ですね、行ってきます。まあ、ツイッターとかでね、まあ、皆さんあまり興味ないとは思うんですけど、ディズニーに行った様子とかもちょくちょく上げてはいるんで、興味ある方いらっしゃれば、ツイッターの方もね、覗いていただければと思います。では、他流試合ですね、スザク館の連中を叩きのみしましょう。で、あとは、土方が勝負の行方を握るという形になるのかなと思って、負けないようにセーブしとけばよかったかな。前方は藤堂平助、頼むぞ。藤堂平助はね、僕が操作するわけじゃないのかなとは思うんですが、そんなことないな、これ。いや、勝手にやってくれますね。すげえ。勝手にやってくれてますね。強い。藤堂平助強い。これね、柔道とかと同じですよね。先鋒から始まって大将まで行く。団体戦だと3勝した方が勝ちなので、このまま行くとどうなんでしょうね。次鋒の斎藤一が勝って、中堅の誰かが勝てば、それで終わっちゃいそうですね。斎藤一とどう戦うんだ。強い。絶対勝てないな、こいつらと戦っても。やっぱりこれ見てると気合を入れるタイミングが重要そうですね。気合が溜まってる方が当然有利なので、気合を三角ボタンで溜めるんですけど、開始と同時に三角ボタンで溜める、これが良さそうだな。中堅は沖田君ですね。で、沖田が勝って、次が長倉新八だな。沖田の力見せてもらおう。確かになんか綺麗な試合をしますよね。強いね。で、続いて長倉新八。で、大将が土方か。
まあ、後のね、剣客集団、新選組の隊長クラスですからね、みんな。取ったね。浪人風の男って出てる。それでそのまま5勝上げるってなると土方が勝たないといけないですね。最後前にも同じだと思うんですけど、僕は柔道部だったんで、高校の時隣でね剣道部やってたんですけど、まあ暑そうでしたねこの時期。まあ柔道部は行ってもね、道着を着ればいいだけなんで、逆にね、剣道部の方はこのいろいろつけなきゃいけないじゃないですか、装備。それが本当に大変そうですね。で、坂本龍馬に負けるまで江戸で懸命を馳せていた男ということか。こいつと戦うのね。これを沖田でぶつけるべきでしょう、どう考えても。が、なんとか勝っていきましょう。まずは気合を入れる。最高一番気合を入れて取られた。気合入れてる最中に取られるな。まずはよし、取り返した。すぐに気合を入れる。注意、もう注意を受けてしまった。まずは打ち込む、打ち込む、取った。まあ、ご利用しなかったミガミックス得意のゴリ押す状態でしたけど、上田馬之助を倒しましたね。上田馬之助も実在する人物なのかな。まあ、これで土方さんのね知名度が上がればいいですけど、まあ、でもね、龍馬が、まあ、打ち負かすまでは江戸で無敵の剣客だった上田馬之助を倒したというので、一躍名前がねガーンと上がっても良さそうですけどね。で、新八が司令官に入ってくるということですね。はい、では他流試合終わって長倉新八も加入したところで、長くなりましたので、今回はねここまでにさせていただきたいと思います。本当に手探りな状態で皆さん退屈されてしまうかもしれないんですけども、いろいろ幕末に関して、教えていただきながら進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。